皆さん、お疲れ様でした。YK スケです。本日は2024年、2月3日、22時32分。まあ、公営なので、近所迷惑ではございませんので、コメントしておきたいと思います。サッカー日本代表の選手の方たちへ。まあ、試合の経過ですけども、先制点が取れて、で、その後も頭の中はしっかりと渡せていた中で、まあ同点に追いつかれてと。その後ですね、まあ不可解なことがこちらの方では起きていましたね。それもらうわとか、そういうふうなワードが聞こえてきていて、取られてる感じなんですよね。だからルール法律だと、その内容窃盗で相手が取ってるとしたら相手なんです。で、頭の中、そして途中から供給がほぼできなくなった。後半の2点目が取られるときですね、その少し手前から、ほぼ頭の供給が行いにくくなっていた。まあ、そこですね。まあ、我々には、今日は私も、遊んでなかったし、それ相応の対応をしていましたし、まあホームページは YKS君の履歴の一番に記載している内容、まあ動画で言ってる内容とかを聞いてもらったら分かる通り、良い内容も考えていましたし、ありとあらゆる要素っていうのは埋めれていたと、そう受け止めてますね。で、まあなんか今外から笑い方がちょっと分かるし、あの二人組、おばはんが絡んできよ。こっちが笑ってきた、ちょうど自宅のこの前で、あの前あたりで笑ってきよ。ここに聞こえる通り電気がついてるから。で、ああいうのが分からん、足引っ張る要因、あいつらがそのからかいに行ったろうとかこう思っていたりとか、足引っ張ったろうとか思ってたりとか、その辺のところでコンピューターがすでに察知してるんだったら正直手の持ちようがない。日本人が日本人に対して違法行為を行ってるんだから、だからちょうど人数も2人でしょ。2点取られてる。だからその辺のところなんですよね。まあ我々に要因があるのか、相手に要因があるのか。まあ、イランも16戦無敗、今日の試合で17戦無敗なんですかね。まあ、ちょっと何かあると考えた方がいいでしょうね。まあ、こちらとしては、私としては、ありとあらゆる要素っていうのは埋めてたはずですから、負ける要素に関してはまずわからない。で、最後の、こんな夜遅い時間帯に、まず2人で集まってること自体一般人ではまずないです。で、言い方とか聞いても分かる通り明らかに喧嘩打ってきてる。笑い方聞いたらもうああいうこと毎回してきようから。で、ああいうような連中が足引っ張ってるものっていうのはまず間違いがない。僕が喋ってた時のそのボリュームを最大にして、その今絡んできたって言った時のね、一応その未来からの声掛けに関しては過重して聞こえてる人たちも結構います。で、野球の試合に関しても私がリアルタイム型と言っていても、未来からのその後のニュースの放送で流れた時の私の心の声を聞き止めている選手がいるんですよね、野球とかでも。まあ、未来からの災害情報に関しては、これは、報道関係の人たちもそうなんですけども、まあ、過重して、あっちからも聞こえる、こっちからも聞こえるって。だから、その、
例えば5年前に見た時の内容の言葉とその5年後先の私が見た時の、内容に関して聞いてる内容と、まあ、複数あったりだとかね。だから未来からの情報っていうのがコンピューターで伝えられてきてるんだったとしたら、まあ、得点に関したら2対1だから絡んでくる連中は一人もいなくなったらいいっていう簡単な答えなんですよね。だから東京オリンピックで淡井圭介に絡んでくる人間が全くいなかった時は比較的やっぱり金メダルが、取れていた。その辺のところなんですよね。わからないですね。ありとあらゆる要素、うん、こちらの内容は埋めれていた。で、途中でそのディフェンスの時に日本人選手の人が、コーナーキックの時にその髪の毛染めてるのところを、反応されてたんですが、いつもね、僕どうしてるかって言ったら淡井圭介は髪の毛を染めてない、この試合を行ってるのは淡井圭介っていう形だったんですよ。もうそれしかないんですよ。もう髪の毛染めてる映像が出ている以上それで対処するしかない。で、相手選手には入れ墨が浮かび上がってる。だからコンピューターグラフィック等々もあって、もし現場で髪の毛染めてる選手が相手選手に一人もいなくて、コンピューターグラフィックで入れ墨が浮かび上がっていたんだったら、日本側のイカ様とも受け止めれるし、どこがそのグラフィックを作ったかのところにもよるんですよ。それね、追求しなかったら。だから FIFA が行ってるんだったら FIFA の意思で順位が決まってるっていうことにもなるでしょうし、それが原因だとするのであればね。だからいろんな要素を追求しなかったら、調べなかったら、まあ何が原因で、2点目取られたのかっていうところはわからない。ただ今大会で多く見受けられるのが同点の試合で、まあ、PK 戦が行われてるっていうケースですね。で、正直ニュースで見てる時の僕の思ってる内容とかが影響してる可能性ある。選手は返答してる、選手は返答してるんですよ、海外の人。それ考えていったらやっぱりあの二人ですかね。試合中にだから入れ墨、髪の毛染めてる。で、ただしそれがコンピューターグラフィックの可能性がある。もうどっちもどっちだと。で、その僕が髪の毛染めていないっていう考え方に関して、他のディフェンダーの人は、その方法があったって言ってるんですよね。だからそこで構成はされてるはずなんですよ。構成っていうのはルールの構成がね。その髪の毛染めてるのところは違うんじゃないかなとは僕は思うんですけども、まあ最終的に主役でいいことをねしてくおばあんたちが存在すると。で、それは仕事でも同じで、その辺の話を言い出せばキリがないんですけども、まあ僕が絡んできたって言ったそのちょっと前のとこ、ボリューム最大にして外からどれぐらいの、僕はこのスマートフォンの前でこれぐらいの音声で喋っていたとしても大きな声で言ってきてるって。だから昔はこれがすごかったんですよ。もうものすごい数の人間絡んできてましたから、もうこの家の前でたむろ平気で、でごちゃ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 こっちの結婚問題に首突っ込んできてからかってくる。で、楽しんでる。それ他国の人が見たら日本人が違法行為してるじゃないかっていうことになるんですよ。日本人だから。流れも整骨院なんか絶対開けちゃダメだったし、これまあ全部追求していったら絶対流れも整骨院なんかと、テレビ局の人間とか、スポーツ界の人間とか絶対関わっちゃダメ。法律を追求していくとそうなるんですよ。その前の試合に関しては、3対1で勝った試合に関しては、その勝った日付で僕は、ホームページ、淡井圭介の履歴の一番で記載してる内容、まともな記事っていう内容もね、日中友好関係のその話し合いだとかね、まあ、お互い経済関係でどうしましょうっていう話の会議だとか、3つ載せたでしょ。それ3点なんですよ。
その試合はテレビの放送がなかった。で、まあ、それが僕なりの、だから得点の取り方の対応の仕方なんですよ。何をもって得点とするのかっていうところで。そういうずっと、そういう内容ですよ。今日の試合。いや、だからこちらね、何かヘマがあったとしたら得点されるんでしょうけども、もう試合終わりましたからね。だから私はリアルタイム型、淡井圭介がリアルタイム型で心の声で、形成していて、特に1点取るとき、最初の先制点って、今日のホームページの淡井圭介の利益の、その良い内容の提案、まあ、海外に、まあ、いろんな人のバンド名を出して、まあ、こういう歌でっていう形で、まあ、募金活動、まあ、ライブとか、まあ、東日本大震災の時に、まあ、Perfume とか、他、まあ、いくつかの、まあ、バンドとか、そういった人たちで海外行ってもらって募金活動してもらったんですけども、まあ、それと同じ方式で、まあ、今回はその曲のクオリティとかも考えて、で、提案してて、まあ、その良い内容で1点だったんですよね。で、謎はそこなんですよね。後半、同点までは、今までの他の試合を見、他国の試合を見ても、同点のケースが多い。PK まで持ち込まれてる。正直何かあるかなっていうのはあったんですよ。世界ランキング的にもある程度近いランキングである。まあ、この間日本は負けましたけども、2対1で。だけども、この間まで日本も連勝していた。向こうもずっと連勝している。まあ、なんとなく似てるのは似てるんですよね。ただ最後の方で頭の中の供給がうまくいかなくなった時点で、まあ、何をされたかですよね。しっかりと音声聞こえてましたから、まあ、取られてるんですよね。何かを。勝利のような可能性もありますし、それがどこに取られたかなんですよね。音声で聞こえているし、サッカーの試合で、ね、たまにあるんですよ。まあ、これは難しい。どういうふうな物事で動いていたかっていう。で、頭の供給ができなくなった時点でっていうところと、あと、淡井圭介が日本代表側で勝ちに行きますっていう言葉を心の声で形成している以上、まあ、コンピューターが聞き取ってる。で、まあ、こちらが負けることによって顔を潰せる、もしくは顔を取ってるになるんですよね。本当は法律で突き詰めて、追求していくと、そのワードを相手は本当に考えていたり言っていたんだとしたとするのであれば、それ通用しないはずなんですよね、ルール法律でいくと。だから私の、世界のルール法律っていう形でちゃんと物事を稼働してるかどうかなんですよ。最終的にどういうような理由で頭の中の供給がうまくいくのか。頭の中の供給をうまく伝えれてるときって、例えばディフェンスしてるときとかでも攻めてるときとかでも、ボールが跳ね返ってきたときに、日本人選手の方にボールが跳ね返ってきてるんですよ。それが神がかり的な力の真骨頂で。だけどそれが、頭の中の供給がうまくいかなくなってる。ルールを全うしてるのに。っていうところでの、まあ、こちらの不満っていうのは、まあ、最後残ってしまった試合ですね。だから何が負けた要因なのか分かんない。その神がかり的な力と僕が試合を取り行うっていう形の中でね、何がマイナス要因になったのか、これが分からない。落ちてはなかったはずなんですよ。で、ハーフタイムにお手洗いとか言っていたから、それは今までの試合でも、FIFA のルールの中で通ってた内容だから、そこも問題はない。謎ですね。あ、まあ、今回のアジアカップに関して、負けてしまった今日の試合に関しては、完全に謎ですね。まあ、最後のあの二人っていうことを。
ただ男性の声でしたからね、トルバに関しては。それもらうわかな、取るわか、もらうか、もらうか取るわ、うん、ゲットしてることは同じ。頭の中の供給がいかなくなったっていうのは、あの頭の中は渡せないから、だから自分の頭の中あの減ってるような感覚はほぼないんですよね。ほんのちょっとぐらいはいってるかなっていうぐらいで、その供給量がガタッと落ちてしまいましたから、ああいうふうな形には頭の中さえしっかり言っていたらならないはずなんですけどね。まあ、その辺のところは今感じてる脅威はそれですね。例えばワールドカップだとかそういった時に、大事な試合で同じ現象が起きた時に、今のところ私はその対処能力がわからないっていうことは負けるっていうことですから、同じ現象が発生した時に相手が何を使ってきてそうなってるかっていう、そのからくりを見破らなきゃならないんですよ。まあ、何回かサッカーの試合でそれもらうわとか取るわとかいう声が聞こえてきてるんですよね。まあ、分からない、正直相手チームが取ってるんじゃないかって思ったんですよ。だその声によって引っ掛けられてるのか何なのか、まあ疑い出したらきりないんですけども、ただ多くの試合を見ると、まあ、他国の選手はね、ニュースでその PK の時に僕の声に反応して翻訳されて、返答しますから、じゃあやっぱり2点取られたとだ、あいつらっていう形になるんですよ。だいぶ大きな声で絡んできたでしょ。ああいうことも、あの、ものすごい数の人間がこの辺りに潜んで仕掛けてきていたのであって、男女問わずね、大人から子供まで。この辺の一体っていうのはだいぶおかしなってるのはおかしなってるんですよ。もうそういう状態が何十年も続いたから、もうまともじゃない人間はものすごい増えてる。ちょっと常識知らずの。もうほんとこの辺変になってる。まあ何回も同じこと言ってますけど、内科と歯医者が。一つの駅の区間に10軒ずつ以上ある。髪の毛切ったりするところも、もうそんなところない。もっと都市部でもそんなところない、まずない。だから本当に変、この辺変なお金の流し方をしてる奴らが存在する。だから自分たちのそのサッカー関係のお金の流れとかも、この辺にお金回してない、大丈夫？それちゃんと調べた方がいい。 J リーグとして回したらダメよ、絶対に。コンピューターは分かるから。で、調べてる行政の人間はそれ分かるから。だからその辺からの情報提供とかあったら、こちらは落ちてあるでしょうし。もうそんな風にお金なんか回るわけないから、件数見ただけで分かる。絶対どっか変なお金が流れてこなかったら、銀行からかもしれないけども。倒産するの分かっていて、お金回していたとか、あり得る話といえばあり得る話。ただ、一番はっきり分かる、今の例で言うと、さっきの人間のご飯かな、どうなんやろうな。まあ、以上ですね。まあアジアカップ今大会、皆さんお疲れ様でした。まあ、そのからくりが見破れない以上、ちょっとよくわからないですね。その時の対応の仕方が。以上です。また何か分かったら YouTube にアップロードしようかなと思っています。皆さんお疲れ様でした。